今週のブロガーさん。このコーナーでは素敵なブロガーさんにスタジオに遊びに来ていただいて、いつもブログネタにされている特技をご披露いただきます。今週もよろしくお願いします。さあ、では今日もまずブロガーさんのブログから見てみましょう。こちらです。はい、かわいいワンちゃんが映ってますね。気持ちいいな、眠いよということで、これはマルチーズのココちゃん、7ヶ月ということで、ブロガーさんの声ですね。はい、続いてのブログはこちらです。はい、今度は多肉植物を繁殖しておりますけれども、グリーンを育てるブロガーさんの趣味なんです。どうでしょう、植物が葉っぱが厚いですね。そう、厚みがあるようなね、植物ですね、はいはい。さあ、続いてはこちらです。はい、何かのお教室のような、まあ金魚のような、はい、そうなんですよね。瓶の中に金魚が入ってるんでしょうか。この金魚です、かわいいですよね。さあ、この金魚が今日のブロガーさんの特技なんでしょうか。それではご登場いただきましょう。今週のブロガーさん、いらっしゃい。はい、今週のブロガーさんは広島市安佐南区からお越しいただきました羊毛フェルト作家のカシュカシュさんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、見てください、これはすごいですね。羊毛フェルトの作品なんですけれども、小さなぬいぐるみのような動物がたくさんいます。かなり可愛いですよね。可愛いですね。これは何、全部羊毛からできているということですね。羊毛フェルトというものはどういうもの？はい、染色した羊の毛を、専用の針で刺すことによってフェルト化していきます。で、それを使って小物雑貨を今作ってます。ふわふわの羊毛なんですね。これこれ染色しているんです。ふわふわ、はい、ふわふわ、ちょうどみたいですね、これ。これが形になるんですね。そう、ふわふわで気持ちいいですよね。はい、全然わからない。それを固めるんですか？針で刺したら固まるのっていうことですね、玉田さん。そうなんです。このふわふわが針をクッとこう刺していくことによって固まっていく。針で刺すだけで固まるんですか？そうなんですよね。できてるんですから、これだけの先。後ほどちょっと実際にね、見てもらおうと思いますので、楽しみに待っててください。さあ、スタジオには今からがシーズンのクリスマスほっこりアイテムをお持ちいただいております。はい、まずはツリーなんですけれども、ツリーについているオーナメントは全て手作りなんですよね。はい、これ何がぶら下がってるんでしょうか？靴下の中に、はい、小さい雪だるまを入れてるんですけども、はい、雪だるま部分と帽子の部分が羊毛フェルトでできてます。で、下のソックス部分なんですけど、こちらは母の手作りです。あ、はい、お母さんが靴下は担当ということで、はいはい、そうです。じゃあ毛糸を編むっていう、はい、そうです。はい、お母さんのね、編み物の技術もすごそうですけれども ね、母と娘のコラボアイテムということですね。はいはい、さあ、そしてスノーマン、パンさん、見てください、可愛いんですよ。はい、これうわかわいい、かわいい、ね、ビッグサイズ、癒されますなんかホワホワでね、よしよしって感じよしよし、頑張ったね。はい、ものすごい愛らしいですよ ね、ちょっと大きいものになりますけれども、はい、これもね、針で刺し固めていくっていう感じですね。はい、その深さ感がたまらなくいいですよね。なんでこんなことになる、未だに針でどうなるんだっていう、ね。さあ、もう一点、はい、リースも見てください。はい、この白い土台の部分の上に乗っている靴下だったり、プレゼントボックス、それから雪だるまはカシカシさんの手作りというふうになっているんですね。オーナメントというかね、この装飾部分ですよね。そう、四角とかにもなるんですね。そうですね。さあ、どうやって作るのか気になりますね。お待たせしました。はい、ここでちょっと作業の様子を見せたいと思います。通常、はい、丸を作っていくんですけど、ね、このね、雪だるまの、はい、まん丸ですね。まん丸ですね。まん丸で、こんな感じで羊毛をくるくる混ぜていただいて、はい、羊毛をくるくると、はい、で針でこうひたすら刺していくんですね。すると、はい、固く、はい、丸まっていきます。はい、これ綺麗な丸を作るの難しいですか？何も考えず刺してると丸になります。あ、丸で、それでいいんですか？はい、そうです。なるほど。はい、横からごちゃごちゃ言われたらもう
それ針はそれ専用の針なんですよね。そうですね、細いんです。あ、結構鋭いんですね。そうですね、先になんか鍵みたいになってる、先っぽが。そうなんですよ、こういうタイプ。あ、はい、はい、丸は何も考えなくても丸になる、うん、そうですね。で、この手順を応用すると、はい、クリスマスにぴったりなこんなプレゼントボックスも可愛いですよ。ただただ赤い四角もできる。はい、ではこちら、はい、古澤さんに体験していただきましょう。四角はどうなるか全く、はい、はい、あ、すいません、はい、はい、さあ、まず使いますのはこれなんです。あ、中に四角が入ってる、はい、これスポンジですね、はい、よく水回りとかをきれいにするようなスポンジあるじゃないですか。なるほど、はい、あれであんな感じのやつ、ね、そうそう、これを使っていきます。はい、で、羊毛を伸ばして伸ばして、これを巻きます。で、これすごい、これまたチクチクですか。こんな感じで、おー、あー、すごい細かいね。これね、得意ですよ、これ。はい、はい、ね、こういう作業好きですよね。何も考えずにチクチク、はい、はい、やらせていただきたいと思います。あれ、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 誰を持ってやってるんですか。言えません。この辺はちょっと痛いところ。いやいやいや、止まってるんですね。作業してる間にクリスマスアイテム以外も見ていこうと思うんですが、可愛い動物たちがたくさんいるんですよ。まずは猫ちゃん見てください。箱の中に入っている、箱猫です、ね、箱に入った2匹の子猫、これも柏さん羊毛フェルトで作ってあるんですね。ください。猫のあのブチなんかも色を変えてるんですか。はい、色を変えて上から重ねてます。あ、上から重ねられるんだ。はい、そうです。ねえ、なんか癒されますよね。こう猫がブチにこう手をかけてみたポーズもとってもキュートです。さあ、続いてはその後ろにありますボックスご覧ください。これは手芸ボックスの世界ですかね。そうですね、コラージュボックスみたいな感じ。コラージュボックスというと、羊毛フェルトだけではなくって別雑貨を組み合わせて一つの作品を完成させるっていう、はい、雑貨と組み合わせて。そうです。こういう作品作るのも好きですか。こちらの方が好きです。まだ、あ、好きです。ないコラージュしてるね、はい、こういうミニチュアの世界というか、そうです、ね、かわいいですよね。はい、はい、さあ、皆さんどうでしょうか。ね、意外と、意外と、まだしっかりはできてないですけど、意外とこう固まってきた感ありませんか、さっきに比べて。ああ、ねえ、ね、どうでしょう、いい感じなんじゃないでしょうか。はい、なってます。これもっとしっかりしたのがね、ここにあるんですけどね。もっと綺麗に巻いて、ほら、そうそう、しっかり。これちょっと巻いて、刺して、締まってくる感じ。そうな、どん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 こう、ね、ふわふわだったのが締まってきますよね。こう5分になるまでしっかりとやるといいというね。はい、で、ここでも今そうなんです。これも毛糸ですよね。毛糸です。かわいいです。かわいいです。はい、で、ほんと温かみがある小物っていう感じですよね。かわいいです。素材の魅力はやっぱありますね。はい、さあ、そして実際に直接作品を見てみたい、手に取ってみたいという方におすすめのイベントがあります。はい、出ました。広島市東区の手芸用品専門店のレチェで今日の午後からほっこりクリスマス雑貨を販売されるということです。22日金曜日までの限定販売となりますので、ぜひお店の方で見てみてください。そして柏さんのブログではさまざまなイベント情報や素敵な作品を見ることができますので、ぜひこちらもチェックしてみてくださいね。はい、ハンドメイド週刊誌と検索してみてください。はい、これからも可愛い作品作り続けてくださいね。はい、はい、今日は羊毛フェルト作家の柏さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。